Emma-chan です。 Put some water in?こんにちは、エリです。前回のビデオでは無痛分娩の体験についてお話ししたんですけれども、今回は出産後の経過とか、まあ、私が出産後体験してこうだったっていうのをお話ししたいなと思います。で、私の周りにはまだ出産を体験した友達が本当に少なくって、こうどういう出産後どうだったかっていうのをネットでしか調べることができなくって、で誰かから友達からいろいろ情報を得られたらすごくいいんでしょうけど、やっぱり友達で出産を経験してる人がいなかったので、まあ、母からどういう感じだったかっていう体験談を聞いたり、あとは本当にもう YouTube を見たり、ネットで Google で調べて何が必要かとかどうなるのかっていうのを見てたんですけど、やっぱりまあその見ている方でこれから出産される方で、私のようにお友達がまあなかなかいない、出産されている友達がいないとかで情報がなかなか得られない方に、まあ私の経験を少しでもシェアできたらなと思ったので、まあ今回それについてお話ししようと思います。で、やっぱり産後の1週間が本当に想像以上に辛かったんですよね。まあ、多分皆さん経験することだと思うんですけど、私は本当に周りにそういう経験者がいなかったので全然知らなくって、こんなにも辛いんだっていうのを自分で目の当たりにしたんですけど、まずまあ下の部分の切開をしているので、その痛みが本当に辛かった、すごくって、で、まあ、出血もありますし、あとは子宮がこう戻ろうとして、こう中でね戻ろうとしてる痛みで、生理痛みたいな痛みがあったのと、あと私の場合は骨盤の歪みからくる腰の痛み、なんか尾低骨の痛みなのかな、ちょっと後ろの方のやっぱり痛みが数日間は、最初の数日間はあって、もう本当に痛み止めなしには生活できないぐらいの2、3週間を送ってました。で、まあ、最初の1週間が本当に辛くて、もう何にするにもお家に帰ってまず椅子に座れない、ソファーに座れないで、もう辛すぎて、でそのまま私も本当に無知だったので普通に生活できると思い込んでたんですけど、もうね普通に座ることすらできないから、ドーナツクッションを買ったり、本当にドーナツクッションは必需品です、買ってくださいほとんどの人知ってるかもしれないんですけど、私は知らなかったので、でドーナツクッションが本当にためになって、1ヶ月ぐらいまでは使ってました。痛みはまあほぼ3週間ぐらいで、2、3週間ぐらいでなくなったんですけど、まあ、やっぱりちょっと傷のね、治りとかも気になってたので1ヶ月ぐらいはドーナツクッションも使ってました。で、まあ、痛み止めも 2、3 週間は、ほぼ2週間は確実に毎日飲み続けていて、まあ、お医者さんから、その痛み止めに関しては赤ちゃんへの、母乳をしても赤ちゃんへの影響はないってことだったので、まあ、ずっと飲んでたんですけど、そう、あとで最初の1週間は本当授乳もすごく大変で苦労したんですけど、まあ、これも皆さん通る道だと思うんですけど、想像以上に痛くてまあこれも多分結構聞いたことはあるんですけど、まあ赤ちゃんってまだ最初のうちは吸い方がわからないみたいなので、それでうまく吸えてないのもあったり、私もうまくこう上げられてなかったっていうのもあって、最初の数日とか本当に痛い思いをして、このまま、まあ、母乳を上げられるのかなとか、ミルクにした方がいいんじゃないかなとかすごい不安だったんですけど、まあ病院でナースの人に上げ方とか教えてもらって、で、まあ、徐々に慣れてきて、まあ、大体そう家帰って1週間ぐらいして、
慣れてきたかなっていう感じだったんですけど、でもやっぱり、ね、傷があったりしてすごい痛かったので、もう検索してその傷をどうしたら治せるかとか調べてたんですけど、またまたまあのそれも、なんかクリーム塗った方がいいっていうことで Amazon で、調べて、このアメリカのブランドのこのねナチュラルなバターみたいなのを買ったんですけど、これは多分日本で買えないかな。でも絶対こういうの日本にもあると思うので、これは本当に買った方がいいと思います。でこのブランドはアースママエンジェルベイビーっていうブランドのナチュラルニップルバターっていうの、そうこれを塗り出してから本当に良くなりました。でこれの赤ちゃんも全然問題なく口に入れても問題ないものなの でこれ毎回授乳の後に、まあ、綺麗にしてこれを塗ってまあ、とかお風呂上がりにも塗ってとかやってたら本当に良くなって、普通に授乳できるようになったので、もうこういうの、まあ、日本にも多分こういうのあるんじゃないかなと思うので、ぜひ買ってください。私もこれがあって、まあ、今完全母乳で育ててるんですけど、まあ、1週間ぐらいはこれずっと使ってて、で、まあ、良くなったので、いや使うのをやめて普通に授乳できるようになったんですけど、そうでもやっぱり最初のうちは本当に母乳をあげるのってすごく皆さん苦労すると思うので、で完全母乳にしてるのですごく良かったなと思うのは、体重の減りも早くって、妊娠中 19パウンドで 8.5 キロぐらい太ったんですけど、大体1ヶ月この間先週の時点で残りあと3パウンドだから 1.5 キロ弱そう減れば元に戻るかなっていうぐらいだったので、戻りも早くてすごい安心してます、よかったと思って、まあ、ただ本当に体が歪んでいてボロボロだったので、なんて言うんだろう、やっぱりお尻の位置とかも下がっ骨盤が広がっているのでお尻の位置もすごい下がってるのと、あとはお腹も下っ腹がまだね、皮は結構こう戻ってくるんですけど、お肉の部分、下腹のお肉の部分なかなか取れなくって、まあ、それがポヨポヨしてるのがやっぱりどうしても気になってるのでそうそれだけは運動しないと取れないんじゃないかなと思うので、早く運動したいなと思うんですけど、でその産後の体型も紹介できたらと思うので、ビデオを撮ったのでそちらもご覧いただければと思います。体のアップデートです。お腹はこんな感じで、下っ腹がまだ出てますね。あと横の贅肉もまだ取れてないの でこの茶色のラインもまだ消えずに残ってます。そうこのね横腹とかのお肉がいつ消えてくれるかって感じですけど、早く運動して体が戻ればいいなと思ってます。で、まあ、ほぼ普通に生活できるようになって、だいたいそう出産した後にお医者さんに言われたのが、まあ、1ヶ月は安静にしなさいっていうことだったので、まあ、1ヶ月はなるべく、まあ、こう重いものを持たないとか、こう運動はしないとか、無理はしすぎない方がいいっていうことで生活してたんですけど、まあもう今1ヶ月1週間経って普通に戻ったの出るので、まあ、そろそろまたウォーキングしたりアクティブに運動したりしたいなとは思ってます。だ来週、まあ、6週目かなの初めての産後初めての、ドクターのアポイントメントがあって、それで体の、チェックをしてもらって、まあ、問題なければ普通に運動したりできるので、本当に早く運動したいなって楽しみですでヘリー自体も本当に、まあ、完全母乳なのでもうブク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 本当に太り出していて、でそう顔も多分生まれた時の2倍ぐらいになってたり、足もムチムチになりだしたりとかしてて、本当に成長がすごく目まぐるしくて、なんか嬉しいような悲しいようななんですけど、まあ、ヘリー のドクターアポイントメントも来週あるので、またそれチェックしてから、アップデートしようかなと思ってます。
そう、また出産とか、まあ、産後について質問などあればぜひ下のコメント欄にコメント残していただければ嬉しいです。で、あのヘイリーの写真もインスタグラムの方にほぼ毎日アップしているので、フォローの方ぜひよろしくお願いします。で、このビデオを気に入った方はいいねを押していただいて、チャンネル登録をお願いします。では次回のビデオまで See you next time! バイバイ。ヘイリーニヤッとしてる。笑ってんの？うん、ニコニコしてるね。